初めての脱毛はフレイヤクリニック。こんにちは、フレイヤクリニック総院長の磯野博隆です。こんにちは、フレイヤクリニック看護師の細野です。それでは早速ですね、今回の動画のテーマはこちら、蓄熱式脱毛器、メディオスターモノリスについて解説をさせていただきます。早速ですが先生、メディオスターモノリスってどんな機械になるのでしょうか。メディオスターモノリスは蓄熱式脱毛器で代表的なメディオスターネクストプロの後継機であり、メディオスターネクストプロと同様に厚生労働省の薬事承認を取得している脱毛器です。メディオスターモノリスは幅広い毛質、肌質に対して脱毛効果が期待できるダイオードレーザーで、2つの波長を同時に照射できるので、毛根の深さが異なる毛に対しても対応することができます。患者様の肌に照射するときに使用する先端部のパーツをハンドピースと呼びますが、メディオスターモノリスにはハンドピースが4種類あります。フレイヤクリニックではそのうち2種類のハンドピースを使用して、照射部位によってハンドピースを切り替えて照射しています。体には照射面積が大きなハンドピースを使用し、スピーディーに照射を行っております。また顔などには照射面の小さいハンドピースを使用し、より細やかな照射に対応しています。2本のハンドピースが常時接続できる仕様になっていますので、照射時にサイズが異なるハンドピースを使用する場合でも付け替えが不要で、照射時間の短縮ができます。確かに脱毛を受けている時ってこうスマホをいじったりですとか、別の行動っていうのができないので、時間が過ぎるのも長く感じますし、時間が短縮できるっていうのは、患者様の負担軽減にもなりますね。他にもですね、メディオスターモノリスは肌のダメージが少ない、あとはですね、日焼けをした肌にも照射が可能、産毛にも効果が期待できるなど、蓄熱式脱毛器の特徴として、この YouTube でも、耳にタコができるぐらい何度もお話しさせていただいているのですが、実はあまり知られていない特徴がまだあります。蓄熱式脱毛器として有名なメディオスターモノリスですが、実は熱破壊式モードに切り替えることが可能です。よくネット上ではですね、蓄熱式派、熱破壊式派で、論争が繰り広げられていますが、メディオスターモノリスであればどちらの照射方法もできるんですね。ここからはですね、メディオスターモノリスの熱破壊式脱毛について、先生に解説をしていただきます。熱破壊式脱毛は根強い人気がある脱毛方法です。熱破壊式脱毛は高出力のレーザーを1発ずつ照射して発毛組織を破壊していく方法です。照射してから1、2週間ほどでスルスルと毛が抜けていくので、抜け感が良いと感じる方は多いです。またレーザー脱毛器が開発された当初からの方法のため、効果に実績のある脱毛方法と言えます。皆さんがですね、一番気になるであろう効果の面については、蓄熱式脱毛と熱破壊式脱毛では変わりがないんですよね。はい、変わりありません。蓄熱式脱毛は照射から2から4週間で毛が抜けていくのに対し、熱破壊式脱毛は先ほどもお伝えしたように1から2週間で毛が抜け始めます。この毛が抜け落ちる時期の違いや毛の濃さによって脱毛効果が異なると考えている方は多いですが、蓄熱式脱毛も熱破壊式脱毛も最終的な脱毛効果には変わりありません。詳しくは他の動画でも解説しているので概要欄でもご確認ください。ここまでですね、メディオスターモノリスの特徴や熱破壊式脱毛について先生に解説をしていただきました。実はですね、フレイヤクリニックには現在、安心コースというのと、クイックコースという2つのコースがあるのですが、今年の7月から、安心コースをご契約していただいた方の大サービスとして、結構 VIO は、熱破壊式での照射を選択できるようになりました。施術ごとにお選びいただけるので、お肌の状態に合わせてもですね、脱毛が可能になります。熱破壊式脱毛が気になっている方もぜひ一度ご覧ください。詳細はですね、ホームページに記載しておりますので、概要欄からご確認ください。
本日はですね、メディオスターモノリスと熱破壊式脱毛について紹介させていただきました。また次回もご覧ください。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。ぜひ公式 SNS もチェックしてみてください。